のラストステージいきたいと思います。よし、そうですね、何からお知らせしようかな。全然どうでもいいんですけど、今日履いてきたスカートは、CD ジャケットの踊った時の、スカートなんですけど、普段結構私、膝より上のスカート履いてること多いじゃないですか、冬でも夏でも。ちょっとおとなしめな印象になったなと思うんですけど、どうですか？かわいい、かわいい、キノコみたい、かわいいよ。すごい言わせた感がすごいですね。ありがとうございます。これでエネルギー補給できたと。なんでマキロンがそうです。マキロンの今日の前髪どうですか？かわいい。かわいいな。かわいい。言わせたよ。安心して大丈夫、前髪ってほらすぐ伸びるから、ね、かわいい。誰かということで、この曲をからお届けしたいと思います。それでは今日2回目の演奏になりますね。ちょっとかっこいいバロで一面が出せればと思います。ニューアルバム「オース・オブ・バロット」よりチェンジです。
ありがとうございます。チェンジングという曲を新しいアルバム、オソバロテからお届けいたしました。神岡の皆さんありがとうございます。バロテと言います。バイオリンとコントラバスのポップクラシックユニットはやっております。ちょっとなんかわからないけど息が上がってすごく苦しい全然ね、全然歌ってるわけでも何でもないんですよ、息が苦しいということで、最後なんでマキロンにちょっとバトンを渡したいと思います。はい、では 最終曲、今日の 最終ステージ、なんていうのラストステージ最初の英語でしたラストステージの最後の曲をお送りしたいと思います。先週ワンマンライブ、セカンドワンマンライブをはい、することができました。そして初めてのファーストフルアルバムをリリースいたしました、バロテと言います。その中からでは、私の初めてね作曲した曲を演奏したいと思います。スタートという題名なんですけれども、なんかね、新しいことを始める時のワクワクな気分とか、ね、まだ苦労を知らない楽しみなことだけ考えてる時の楽しい気分を思い出したり、なんか感じてくれたらなと思います。はい、ではお聴きください。スタートです。
曲は、オーソブワルトよりスタートという曲をお届けいたしました。今日のライブはこれにて終わりになりますが、よろしければ、オーソブワルト以外の CD ございます。真夜中の影ね、本当に笑っちゃいますね。真夜中の影と晴れた日には、セカンドファースト CD、 それから、チケット今日から発売のもの、そして神岡でありますひまわりの里音楽ルームでありますバロテのゆるりクラシックという30席限定のワンマンライブ、残り3席かな確かになりますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。この間のワンマンライブのいろんな振り返りもできたらななんて思っているので、ぜひ来てください。そしてフライヤー今お配りしますので、それだけでももらっていってください。ということで、ありがとうございました。バロテでした。